皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらのファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションになりますが、先日公開しました動画でこのバンドの外し方に関してどうやって外して取り付けるのか、その動画を出していますけども、こういった本当に極小のマイナスドライバーでこの間をこの隙間からめくるような形で外すっていうことをご紹介しました。取り外し、またその逆の工程で取り付けっていうことができるようになりました。その方法が分かりましたので、今度はこの動画の作成時点ではまだ多くのね、交換バンドのラインナップが出ていませんでしたので、今出回っているサードパーティー製の中でどれが合うのか、いろいろちょっと調べてみたところ、正解というか答えが出てきました。実はこの2つのバンドを購入してみました。形状を見てみますとこんな形になっています。実はこのバンドですね、ファーウェイウォッチフィット初代のモデルで使われていたこのバンドの取り付け部分の形状になっています。では実際に装着できるかどうかを見ていきたいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。ではこの黒いナイロンバンドをこれから装着してみたいと思います。その前にこのバンドを外さなければいけませんので、改めましてその方法をご紹介したいと思います。作業するときにですね、画面が結構触ってしまって誤作動してしまいますので、こういったように電源を落としておいた方がいいかなと思います。ではどうやって外すかと言いますと、このねマイナスドライバーありますが、ここにこのドライバーを挿しまして、こうめくるような感じですね。ちょっと見せるの大変なんですけど、はい、こうやってねめくると外すことができます。外したものがねこういった形状になります。そうしますとこんな感じで外すことができました。外れたものを比較してみますとね、ほぼほぼ同じということがわかりますね。じゃあ実際にはまるんでしょうか。ではもう片方もね外してみたいと思います。これ外すときにこちらねプラスチックの形状になる、こういったねくさび型のものになるんですが、こうやってピンってね跳ねて飛んでいってしまう可能性もありますので、ちょっと指で押さえながらやるといいですね。ではですね、装着をしてみたいと思います。はい、あ、ぴったりはまりますね。再びこちらのねくさびをもう一度打ち直します。指でポシッと、はい、こうやってね簡単に取り付けができました。反対側も同じように装着してみたいと思います。はい、ぴったりはまりますね。そして同じようにプラスチックのくさびを打ちたいと思います。はい、もう押し込むだけになりますね。簡単にね取り付けすることができました。ということでね、取り付け具合になりますが、はい、このようにしっかりとはまっています。今回購入しましたナイロンループのバンドになりますが、一つはねこのブラックになっています。改めまして何を購入したかと言いますと、ファーウェイウォッチフィット初代用のものになります。ファーウェイウォッチフィット2というものも出ていますけども、そのウォッチ用のバンドではこのスペシャルエディションと互換性がありませんのでご注意ください。ということでこの辺ちょっとごちゃごちゃ感っていうのはどうしても否めませんけども、この取り付けの部分がジョイント部分でしょうかね、これがなければもっと見栄えいいんですけども、まあ、この辺りはちょっと仕方ないかもしれませんね。装着してみましたけども、こんな感じになります。いいですね。やっぱりこのナイロンループバンドっていうのは装着性もいいですし、そして汗のねかきやすいこの暑い時期は本当に通気性もいいですし、この肌触りっていうのもすごくソフトでいいですね。ブラックはねこんな感じになります。ではもう一つね、このインディゴっていうカラーも購入してみましたので、装着の方してみたいと思います。優しく巻きましたけどもこんな感じになります。じゃあねちょっと電源の方入れてみたいと思います。ということで電源が入りまして、だいたいイメージが掴んでいただけるんではないでしょうか。腕回りがだいたい15センチほどになるんですけども、装着のイメージとして見ていただければと思います。やっぱりこの純正のバンドに対しまして、よりスポーティーな感じになるんじゃないでしょうか。もう一度ね確認になりますが、ファーウェイウォッチフィット初代のバンドと互換性があるっていうことが分かりましたので、 Amazon などで購入すれば装着できると思いますので、ぜひねチャレンジされてみてください。そして作業する際はこうしたね工具が必要になりまして、できればこういったね本当に小さなマイナスドライバーのようなものですね、
こういったものがあると先ほどのくさびのようなものの間に差し込みやすくなっていますので、もしこういったものがない場合はちょっと Amazon 等でね工具準備する必要があるかもしれませんので、このものとほぼ同等のものになりますが、リンクの方をね概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。合わせましてね、こちらのバンドですね、ファーウェイウォッチフィット用の交換バンドもリンクの方貼ってありますので、ぜひそちらの方も確認いただければと思います。というわけでね、本日は以上となります。この動画が良かったよってことは高評価、そしてまだの方はぜひこの期間にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。